占領された国日本、太陽の黙示録、大震災により本州が東西に分断されてしまった近未来の日本、南をアメリカ、北を中国に分断されてしまう。分断され日本人としてのアイデンティティを失ってしまう国民たち。この災害により台湾に流れ着いた主人公の少年が大人になり、再び日本を取り戻す壮大なストーリーです。